こんばんは。前回の続きやっていきます。新しく始まったイベントがこれですね、サポーターゲームが新しく始まってます。5月の24日までですね。そんな感じですね。でうまくいけばこのデコ手に入るかもっていうことです。ちょっと試合してみますかね。客席をね埋めていくんですよ。でこのコアサポーターパワー総合値っていうのが今のこのこれですね。低いかな、まだ入ってますね。このイベントはサポーターを集めることでポイントを稼げる。イベント試合をすることでサポーターを獲得できる。別に試合をせずにサポーターが集まってきた。あ、はい、よかった。チュートリアル的なものね。じゃあ使おうか。変えるんですよね、こうやって。まあ、試合は勝つと思うんで、自分が今156,000、相手がコンピューターが27,000しかないんで、まあ、そうですね、3、4点ぐらい取ったら飛ばそうと思います。迫ります。キックオフは間もなくです。さあゲームが始まりました。通常はね画面右下これ早送りをしてるんですけど、 OK、まあ、多分4点ぐらいすぐだと思うんで、さあゴールを奪った後のキックオフとなります。奪う、かわすチャンス、中央チャンス、ここを持っていく、蹴ってくれ、ドリブル、シュート、ゲット。いやーこれ対人戦じゃ絶対無理だな、こんなの。もう絶対取られてますね、あんな結構持ちすぎてたら。キックオフです。奪って、合わせて、打ってくれ、シュート、オッケー。さあ勢いを止めずにこのまま一気に行きたいところです。ボーナスタイム、画面一番上にちょっと出てますね。イレブンマッチかなんか。あ、4点取った。じゃちょっと一旦飛ばします。試合は勝ちました。この後ですね、サポーターかな、席にね、このさっきのサポーターがこう座っていく感じかな。最初だからね、この後か、また1からなった時にこの席埋めていくんですよね、サポーターで。ここですね、ここ試合して、まあ、大体ハードするかな、でこう埋めてってみたいな感じですね。あ、さっきのこれですね、2倍のやつ、11マッチ、EP レベルが2倍、コインが2倍ってことですね。ここはランクマッチですね。なんとかダイヤモンドに戻りました。ここですね、画面右上、残り6日間で、まあ、レベル4までなると、また次回もダイヤモンドのレベルの1からできます。もしそれ3ぐらいで終わっちゃうと、まあ、前回みたいにゴールドにまた落ちて、またダイヤモンド目指すって感じですね。ダイヤモンドに上がってしまえば、次の週はまたレベルの1からできるみたいです。試合しましょうかね。ミサンガはね、この数値2倍にするんですけど、もったいないんで、もっとねいいのがあるんですよ。例えばスペシャルスキル出すとか、そしたらポイントも高かったりするんで、その時に使った方がいいんで、まあ BP は5使ってもいいかな。わ、強い。選手の横に王冠がついてるのは、あのセレクトスキルって特殊なスキル持ってます。相手は2人か、こっちは4人いますね。どうかな、433、
フォーメーション似てるし、あの3人前トップ3人も同じだ、自分と。間もなくです。あの1点決めたら自分もこの1080入ってきますね、一番下画面に。さあキックオフ、まるで鉄壁。画面真ん中左、今27とかなってるのは選手何人かで出すスキルですね。サイド支配レベル3、危ない。おうわぁ、いきなり。さあ気持ちを切り替えていきたいところです。頼むよ。さあ行く、行く、行ってくれ。うわぁ、一旦預けて打ってくれ。シュート、オッケー。キックオフです。まるで鉄壁。危ない。縦に送る。一旦預けて中央チャンス。いいよ、打って。さあ行く、行く。うわあ惜しい。スローイン。危ない。まるで鉄壁。ミラクルシュート。おお。相手キラーカードですね、モイヤ。まるで鉄壁。ハーフタイムのホイッスル。前半悪くないと思います。さあ同点のままこの後半キックオフです。いや危ない、ここは通さない。危ないよ。うわ、オッケー。前へ出す。うわ、ゴールキック。切り込んでいく。こき入れのあるドリブル。オッケー。ああ、まるで鉄壁。うわ、これはイエローカードです。うわ、相手のフリーキックになります。お、危ない。フリーキックです。いや頼む。うーわ、シュート、と決められてしまいました。相手のメッシキラーですね、これ104のキラーだ、まあ、107ぐらいの価値があるのかな、ノーマル。中央から仕掛けるカフシート、ここから。おお、ちょっと負けたか。止めた。今日のゲーム勝つことができませんでした。おお、ここにあるんですよね。これで今3球って言われました。いや強かった。試合に負けたんでコインが3枚ですね。BP5 なんで15。試合に負けたんでマイナス900ですけど、この2つクリアしてるんで、まあ、プラスで終わりました。今回ねちょっとガチャないんですけど、このダイナモピックアップガチャってチケットがねあるんで何回か回しましょう。銀が4で金が5で、この他の色が3ですね。運命のシュートが今。3か。さあ行ったぞ。いらないかな。もう一回回しましょう。
緊張の瞬間、運命のシュートが今。あ、4。さあ行ったぞ。持ってればね、あーいらないっすね。処分すると LB ってポイント500ですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。